こんにちは、柴田です。今回はフェンダージャパンのムスタングのレビューです。おはようございます。私シーバードはフェンダーのムスタング初ということで、まずね、一番気になったのはどんな感じの音、ベーシックな音はどんな感じなのか、そこがね気になりまして、今回ねこれムスタングは何のギターに近いのか、ストラトなのかテレキャスなのか、はたまたジャズマスターなのか、なんかこの辺はねブリッジジャズマスターですよね。ピックアップ的にはまあこの距離感はテレキャスだったりするんですけど、シングルコイルのルックスはストラトで、最大の特徴はですね、これショートスケールなんですよね。短いんですよ、スケールが。ショートスケールだけど22フレット。ちょっと小ぶりでね、非常に持ちやすいというか弾きやすいし軽い。見た目も可愛いというところで、まあ女子もね、結構好んで使っているようですね。このいろんな要素をね、持ったムスタングなんですけれども、ピックアップのね、セレクターが、あの 3way とか 5way のスイッチじゃなくて、ここにね、3way のスイッチが2つついてるんですよ。こんな感じになっております。で、真ん中がオフで、こうやるとねオンになると。なのでここが真ん中で、こっちがポチッとなっていると、現状フロントだけで、これでリアとフロントと、これで両方オフというような感じです。ではですね、ナチュラルな音を鳴らしていきます。フロントです。出力が弱めで優しい感じ。今度両方とも行きましょうか。優しいですよね。今両方鳴ってます。フロントオフにして、これね、何に近いのかな、なんだろうね。個人的にはね、ちょっとジャズマス寄りかなっていう風なね感じはするんですけど、ちょっとジャズマス鳴らしてみましょうかね。じゃあジャズマスのねフロントからいきましょう。かなり強いですね、こっちの方がね、迫力がある。センター、うん、うん、やっぱねブリッジがねこれ似てるからかな、ちょっと固めなカリーンとした感じの音が似てるなというふうな感じしますね。では続いてテレキャスいきます。フロントから鳴らします。随分と温かいですね、柔らかい。感じしますね。いや、うん、なんかこれも似てるように聞こえてきましたね。続いてストラトです。フロントから、うん、センター、もう一度ムスタングいきますね。優しいね、優しい感じ。
ちょっと歪ませてみましょうかね。まあ、何よりですね、ちょっとこのショートスケールはね、結構ね、なんかハマりそうな感じですね、このサイズ感。最初ね、ちょっと違和感あったんだけど、弾いていくうちにね、全然、こっちの方が、いいんじゃないかというふうな感じがしてきます。では、ジャズマスいきます。こっちの方が迫力やっぱありますよね。再びムスタングです。ちょっとおとなしめというか優しい、これね、好みが分かれるとこだと思うんですけれども、ムスタングは小さくて優しい、ショートスケールは慣れると結構病みつきになるというふうな感じだと思います。まあぜひぜひですね、気になった方、ちょっと小さめのギターが欲しいなとか思っている方はムスタングぜひ試奏してみてください。ご視聴ありがとうございました。柴田でした。